ええー、こんにちは。3月25日の14時を過ぎまして、これ、変わり目か押し目か迷うとこですよね。まあ基本的には125円までずっと倍でいけばいいと思いますけども、ここまで値動きに、まあ、変化があったら、やっぱり今日はエントリーしないが、金銭的には正解でしょ だから勝ちまくってきた後って一回ね、ちょっと客観的に相場を見ると、なんかね、これがまあ私のマイルールなんですけども、3回勝ったら1回休みっていうのをね、いつもやってるんですよ。逆に3回負けたら1回休み。これもやります。これマイルールなんですよ。で、皆さんのマイルールとは違うかもしれませんけども、私は大体いいね、こうやって冷静になった時にこういう変化が起きるんで、金銭的にはちょっとね、ダメージを受けないことが多いんですよね。まあそれで、この相場の見方なんですけども、基本的にはこれ押しめだと思いますんで私は買っていきますね。というのがね、 同じ理由ですよ。今までずっとお話ししましたけども、えっ、ー、と、これヒゲが出てるでしょこのヒゲが何の意味があるかっていうと、ずーっとね、こう、売りで下に下がっていたのを、上級者の方が一気にここで買いに入った、もしくは、売りポジションを立てていた人が、あの、これを見計らってね、でここで決済してる可能性があるんですよ。というふうに私は見ます。だから、多くのポジションがここで決済されてるんで、ヒゲになってるんですよね。 そう考えると、ここから今度は買いポジションの方が勝つ可能性が高いんで、突き抜けていくかなと。この前と同じですけども、上級者の方はここで入って、中級者の方は、ここからこの間でエントリーして、初級者の方は、初心者の方はこれを抜けたのを確認してエントリーすればいいんじゃないですか。今までと同じです。うん。で、あとはロスカットを食らいながら、結局この後どうなっていくのかを測っていくんですけども、基本的には全体相場がね、上げ上げですからね。 うん、まだまだ、ああ、倍の方で挑戦すればいいんじゃないですか。うん。多分、ファンダメンタルは全然見てませんけども、ファンダメンタルも売りに、ね、これが下に下がっていく要素ってまだ何もないんじゃないですかね。私はまあ、あの、実際に実弾は今日打ちませんけども、やるんだったら倍をお勧めしますね。じゃあ、今日の夕方から夜にかけて見てみましょうか。以上でございます。